メレメレ島のポケモンスール、一つ目はこれ、ピカチュウと鐘のあると、こんなセットになってるね。あ、こっちだな。こんなセットだよ。ピカチュウが出てくる。じゃあ開けて組み立てていってみよう。よし、ここから開けて、中にはこんな感じで入ってるね。よし、出してみると、こうだね。あ、一つの袋だけかな。こんなガムが入っていたね。そしてピカチュウが出てきたよ。袋から出していってみよう。袋から出すと、よいしょ、こんな感じ。こんな感じで半分に切れている鐘のある塔になっているね。こんな感じでくるくる回すことができるんだよ。それじゃあピカチュウも出てきて、よいしょ、とても端の方に入ってるね。よいしょ、出てきてくれるかな、ピカチュウ。よし、みんなも応援してね、ピカチュウ出てきて。よいしょ、ピカチュウが出てきた。少しずつ出てきてるね。あ、頭が出たよ。そしてピカチュウが出てきた。とってもかわいいね。お城をついて座っているピカチュウだよ。じゃあこのピカチュウは、ここにこうやってセッティングしていく。よいしょ、ここのところにこうやって、あ、座って欲しかったんだけど。よし、上の方のこれも取れちゃったね。これもよし、もう一回はめていこう。よし、これで大丈夫かな。塔の中にピカチュウがいて、くる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 回っているよ。とっても可愛い動きだよね、ピカチュウ。それじゃあ続いては二つ目に行こうかな。二つ目はこれ。これはロトム図鑑と学校にロトム図鑑がいるんだね。それじゃあ開けて中身を見ていってみよう。開けると、あ、結構でかいね、これね。さっきのピカチュウのものよりも結構でかかったよ。あ、パーツもいっぱいあるな。よし、それじゃあ開けていってみよう。まずは、よし、こうやって開けていくよ。半分の大きさだね。半分の大きさ。そして、あ、こんな感じで、これで上に行ったり下に行ったり、なんか動かすことができるみたい。ここもなんか動いてるよね。とっても面白い動きになりそうだね。そして、よし、もう一つパーツ。そしてこれがなんだろう、これもパーツかな。あ、なんかやられちゃってる感じだね。大丈夫かな。とっても、あ、こっちの方はやっつけちゃってる感じだね。そしてドム図鑑、よいしょ、が出てきたよ。とてもなんか意地悪そうな顔してるけど、いい子なのかな。よし、それじゃあこの部品をどうやってつけていくのかな。よいしょ、よし、ここにこんな感じでブランコみたいにぶら下がるんだね。そしてここに乗ってくれるかな。よし、乗った乗った。こんな感じ、ブランブランって揺れるんだね。それからここのところに、よし、あ、落ちちゃったね。落ちちゃった落ちちゃった。よし、もう一回乗ってくれるかな。よいしょ、こんな感じ、こんな感じのセットになったよ。こうやってゆらゆら揺れるのと、ここが上下に動いて、そしてこ
ここでなんか後からセッティングすると動く仕掛けになるみたいだね。ピカチュウとロトム図鑑楽しかったかな？まずはこの2つを開封したよ。明日またもう2つ開封するね。楽しみにしていてね。